坂口静雄を編集中、1944坂口静雄は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。熊本藩士、坂口基重郎の三男として生まれる。中学祭最高を経て、1910年5月、陸軍士官学校を卒業し、同年12月、陸軍将尉に任官。1920年8月、 不評第四十八連隊中隊長に就任し、陸軍兵器本勝員、陸士岡中隊長などを経て、1925年4月、この上不評第三連隊付となる。不評第、第二十七連隊付第一師団司令部付第七師団副官、不評第、第二十四連隊付独立守備不評第九大隊長などを歴任し、1937年8月、 陸軍大佐に昇進。1937年11月、第16師団司令部付となり、不評第109連隊長を経て、1939年9月、陸軍少将に進級。不評第12旅団長、第56歩兵団長を務め、1941年11月、坂口市隊長となり太平洋戦争を迎えた。フィリピンの戦い、乱印作戦。 へしゃげもう、統越の戦いなどに従軍。1943年6月、陸軍中将となり、留ス第55師団長に就任、さらに第65師団長に親保された。1945年3月に退命となり、翌月に予備役となった。ありがとうございます。